次に示しますのは、指示エネルギーが1日1 6 0 0キロカロリーの方を対象にした場合のちらし寿司、錠の食べ方です。寿司飯は3分の2食べましょう。厚焼き、卵、イカ、イクラ、桜伝んは残しましょう。他は全部食べましょう。寿司は、とかく、特上を選びがちです。しかし、ランクの高いものほどエネルギーが高く、 結局残さなければちらし600キロカロリーにすれば食べられる寿司飯の量は変わりませんが具を残す量は少なくて済みます。